カラオケ歌ってたら隣からハモってきそうな芸人ランキング。どうもー。いやいやいや。いいねそうですよ。のさあ今日今回は、今回は、キムちゃんキム兄からキム兄から、はい、ネクストキム兄から、はい、まあ、前回ねちょっとあの YouTube 見ていただいた方だったら分かると思うんですけども、まあ我々ちょっと企画が枯渇してまして、はいはいはい、いろんな方に電話をかけてその中で企画をいただくという企画を、ねね、やりまして、はい、その中でインディアンスのキム兄からはい、はい、このカラオケ歌ってたら隣からハモってきそうな芸人ランキングというのをいただきまして、はい、やっぱまずあれはいいの？何ですか？金ちゃんが一番近くの相撲部屋に2泊3日で体験。いや、モグラの案だ。体験入門してみたわ。そんなすぐ行けないから。ね、はい。まあそれだともうモグラが今の思考回路からそういうふうになってるだけで。まあまあそうです、ね。そう。正気に戻ったら。ランキングくれなかった。何ですかそれってなるから。はい、はい、はい。はい。ということで今回はですね、はい、まあキムちゃんの企画をちょっとね、やらせていただこうということで。はい。これね、一見なんかハモってくるって歌うまいし、なんか良さそうな意味合いもあるじゃないですか。あ、なんかハモネプみたいな。みたいな。じゃないんですよ。これカラオケで、その人が入れた曲を歌ってて、隣からハモってくるっていう、ある意味ちょっと邪魔なんですよ。なのに、わざわざそのハモってくるっていう、そのなんか、土足でも、どんどん入ってくる感じ。ちょっとガサツな。あと、うまいとは限らないよね。そう。下手なパターンもあるから。人の歌聞いてないパターンもあるし。そう。で、しんどいな、みたいな。だからそういう、まあ、言ったらなんだろうな。ちょいいた、ま。マインドを持った芸人を晒していこうと。はい、で、一個いいですか？何ですか？一個いいですか？これもうタイトルにも入れちゃいます。かっこ江原正宏以外と。まあもちろんそうです。殿堂入りです。これも殿堂入り、はい。ベストジーニストですから。はい。ベストハモリスト。俺も江原さんには痛い目見てるから、俺。はい。はい。あの、歌番組一緒に出て、2時間練習させられてるから、俺。ケミストリーを。はい、宴ですよね。宴で出て、はい、違うっつって。はい、どういうこと？同じ立場で出たんですよ、ね。同じ立場。で、はい、俺は、はい、その歌、好きなんだけど、はい、ハモリとかあんま得意じゃないの。ああ。だから普通に歌って、うん、相手の人にハモってもらうのはいいんだけど、はいはい、そこのパターンだと、まあ俺が川端さんで、あっちは道珍さんで、なんかパートナーかな、はいはい。一瞬にちょっとハモって、俺も違う歌い方しなきゃいけなかったの。はい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 、それがなかなかできなくて、金ちゃん練習や、って言われて、そう。もう外連れてかれて、はいはい、もう2時間ぐらいやらされて、はいはい、で、最終的にほんまバーできたんですよ。はい、そしたら、はい、あの、江原さんが帰り際に、金、はい、ちゃん、やればできるや、つって帰ってったっていう。もうアーティストなんだよ。ツイッターで確認したら、金、はい、ちゃんの方が話題になってましたよ、まだ。あ、宴で。金ちゃんの方が歌うまいってなってましたよ。まあ、イメージもないと思うしね。うん、あともう一個いい。はい。水曜日のダウンタウンでこの間さ、はいはい、歌って、あの、閉じ込められるやつあったじゃない、はいはい、ね、呪術つなぎの、はいはい。で、俺、江原さんにも電話したのよ。はいはい、うまい、ね、歌うまいから、うん。で、でもその部分って、電話した部分カットになったの。はいはいはい。なんだけど、来なかったわけでしょ。来なかったし、はい、まあ全部カットになってたんだけど、はい、放送ももちろん載ってないですよ。はいはい、なんだけど、あの、江原さんがツイッターで、金ちゃん電話かけてくれてありがとうな。俺も本当は聞きたかったやけどなってツイートしてて、普通はよ、はい、カットになった人ってあんまり言わないじゃん、そういうのって。はいはいはい、ね、はい、電話でまだしも載ってたら、はいはいはい、放送、オンエア載ってたら、はい、いや、行きたかったなとかわかるけど、そうですね、そうですよ。そう。でもそれぐらいのやっぱり、そのアグレッシブさ。やっぱ江原さんのいいところだよね。もうそのカラオケ行ったら勝手にハモっちゃう。ハモっちゃうランキング。江原さんのためのランキングだから。そう。殿堂入りなんです。なしです。はい。はい。なんでだからもう本当神として、コンビとしてね。まあここに、はい、はい。普段だったら江原こうですよ。はい。こう。まあ、まさひろです。こう、江原氏。江原氏ですよね。江原氏。はい。なんで、エアシン抜き。そういうマインドを持った芸人を晒していこうという企画になってます。了解しました。実際どっちから行く？意外と、はい、最初グー、最初グー、はい、ショット。じゃあいいですか僕。先行か。先行で。意外とやられちゃうかもな。これ被っちゃうかも。これ被っちゃったら被ったって言ってね。はい、わかりました、はい。これはちょっともう俺は気づいてるし、気づいてる人は気づいてると思うんだけど。はい。こいつの歌好き度合いが半端ない。まず、はい。はい、こいつです。ユニバースか。これは川瀬怒るぞ。まあ、でも真実だから、まあ。真実だからね。歌好きなんだ、ね。歌好きなんだ、川瀬は。歌が好きなんだ。で、もう無限大とかね、一緒になる時があるんですけど、うん、あの、鼻歌が鼻歌レベルじゃないの、大きさが。大きいね。もう普通だったら鼻歌で、うん、男にはぐらいじゃん。はいはい。自分の、もう、男には自分の世界があるって、もう本当に、それぐらい楽屋でも、もうみんなに聞こえるように歌ってるから。ユニバー、川瀬。メロリアンな曲が好きだよね。そう。あとちょっと昔のとかアニメとか。昔のスラムダンクのテーマとかもね。そうそうそう。アニメのテーマとかも好きだから。で、川瀬は俺昔、俺も歌好きだから。はいはいはい。
一緒に吉本カラオケ部作りましょうって話になってたのよ。そう、ちょっと暇な時にね。はいはいはい、で、深夜みんなでちょっとカラオケ行って、うん、それでライブやりましょうみたいな。うん、で、やっぱり、まあ、鼻歌もちろんでかいし、うん、あとやっぱこいつってガサツなとこあるじゃない。ガサツには繊細だけどな。いやいや、あのね、人が歌ってても、やっぱり横から入ってきて、うん、ほぼメインで歌うぐらいの、それぐらいの。歌が好きなんだよ。だ歌好きだから。実は漫才より歌の方が好きかもしれない。でも歌ネタってないもんね。あ、歌に失礼だからね。で、やっぱりそれぐらいの。鼻歌が好きなんだよね。うん。で、でもカラオケでも結構なんか行くって言ったし、はいはい。やっぱまあそのネタに関してはもちろん繊細ですよ。お笑いに関しては、うん。でもやっぱプライベート、もしカラオケ行って、ちょっとノリノリになったら、うん、まあハモリから入って、まあ主戦を歌うパターンでしょ、はいはいはい。この人は。しかもだってあれですよ。うん、コロチキのあのサーのネタあるでしょ。うん。サー、ね。袖で踊ってたとこですよ。踊ってたね。確かに。こんななんか踊ってたね、これね。だから歌とか音楽とメロディーとか全部好きだから。確かに。やっぱこれ意外とね、皆さんに知られてないんですよ、情報として。で、あいつって結構ツイッター尖ってるじゃん。はいはい。でも実はめちゃくちゃいいやつじゃん。いいやつ。もう本当に。あの、お得意がある。そう。あとあれも、あれだよ、ツイッターもあのスタイルでやってるのは、もちろんご意見版ではあるし、ひろゆきの論破思想ももちろんあるんだけど、やっぱあれを始めて初始貫徹というか、まあ、あの男気と、そうだね、なんつうの、パフォーマンスって言ったらあれだけど、自分の中芯があるから、ね。信念があるから。信念パクセロイですか。まあだからこれね、多分、川瀬と一緒にカラオケ俺行ったことないんだけど、はいはい、行ったらやっぱ自分の知ってる曲だったら、やっぱもう、まあ、マイク握っちゃうと思うんだよね。マイク握っちゃうか。絶対に。はいはい、横からハモって最後奪っちゃう。そうだね。一回行きたいんだよな、川瀬な。誘えばいいじゃん。コロナも収まってきた。二人だとちょっと気まずいから。で、絶対、クラゲの渡辺に。誘ったらついてきちゃうでしょ。クラゲの渡辺が。クラゲの渡辺がついてきちゃうでしょ。俺はクラゲの渡辺大好きだから。うん、わかんないけど。わかんないけど。わかんないけどね。まあ、大好きだね、それは。もう大好き。はい。なるほど。カワセ取られたか。カワセ、はい。じゃあ行きまーす、はい。これはこの人でしょ。はい。お願いします。はい。貧乏いけたね。こんなもん。そのためだけに生まれてきた。そうだね。うん。イケちゃんは、あと、ダンス、踊りもするよ、ね、はいはいはい。あの僕はね、表だっていじるんで、うん、まだいいんですけど、やっぱみんな陰で、イケダいたいよね、イケダいたいよね、うん。あ、ちょっと待って。電話かかってきた。誰あ、これ、取っといて。お世話になってます。鬼越トマホークです。もしもし、はい。はい。あ、すいません。ちょっと電波あるし、もしもし。あ、伊藤君、お世話になってます。何回やるのうん、それなんだから。レインボー池田は、池田はい、あの、やっぱ、池田って、やっぱ公式で僕はいじってるけど、みんな陰でやっぱ池田痛い、池田痛いとか言ってるけど。まあ言ってる人もいるのかな。スーパー面白ナルシスト人間だから。まあまあまあ、まあ、面白いよな。はい、だって、ほんと、アレクサ使ってる人ってあんまいないでしょ、芸人。アレクサ、電気つけて。確かに。で、反応しなくて自分でつけたらしい。で、池田って意外といじって大丈夫だから。うん。だから、みんなさ、うん、ちょっとなんか、池田いじりづらいなと思っていじったけど、うん、俺は全然ね、そうそう。池田痛いからなとか言って池田が自分で言ってたから。あ、お前、池田アレクサに電気つけてって言うらしいやつだな。ほんまですよ。池田、関西弁だから。この間アレクサ電気つけてって反応しなかったから手でつけたんですわ、みたいな。自分で落ち着けてくれるから。しかも、歌もうまいしね。歌もうまい。歌もうまいし。で、アイドルみたいな人だから。吉本坂。そう、吉本坂の。吉本坂のエースだったから。はい、エース。あの、あれもね。サイン会が、レインボー池田と長木武さんが、同じグループのサイン会で、ね、あの、なぜかね、そのグループサイン会だったから、二人足並み揃えて、あの、時間で終わんなきゃいけないんですけど。待たなきゃいけないんだよね。はい。あの、池田の対応が長すぎて、長木さんが怒るっていうね。しかも、じゃ、長瀬は温厚だから怒るみたいな。怒ってないけど。ちょっと池田ちゃうな。う長いなっていう、ね。長いなって。苦言を呈すっていうね。それをね。ってことは、はい、もう入っちゃうでしょ。まあまあ。絶対に。池田君ね。入っちゃうね。池田君は。確かに、カラオケめっちゃ入ってきてほしいしね。入ってほしくないしかも本当にカラオケ行ったら、めっちゃ盛り上げてくれそうだしな。うん、あと、女装とかしてくれそうだよ。ああ、そうだね。ちょっとその、綺麗似てるとこあるもんね、少し。なんか。あ、そうです。令和の絵箱だから。いや、令和の絵箱落ちる、うん。いるから。ほんと。令和の絵箱。令和の絵箱さん。え、これはもう絵発信だから。絵箱だから。絵発信ね。でも、レインボー池田にはぜひ入ってほしい。まあね。ほんとに。確かに。なんか、すげえ空気読んでたら嫌だもん、池田が。うん、ほんとに。よし、じゃあ2位行きましょう、うん。お願いします。池田はいいね、でも確かに。これちょっとまあ、ハモリとは違うけど、必ずラップで入ってくるやつ。はいはい。あの、ラップの部分で入ってくるやつ。はいはい、これ経験上、はい、こいつです。はい。はい、入力しますが。ラップの時必ず入ってきます。あと、洋楽、ね。洋楽の時は。カズボーは。カズボー、やっぱり、
例えばだけど、うん、ダパンプのイフ、うん、もしも君じゃなかったらで、で、ドワイってあるじゃん、はいはい。あそこも必ず入ってくるから、もうこのタイプは。やっぱ、あとはもう、酒癖の悪さですよね。で、あの、ドラゴンアッシュとか、はいはい、ネタでやってたような、あれも踊り来るこんなのとかも。カラオケ好きだから、ね。カラオケ大好きだから。まあ、歌うまいのよ。堂本剛のモノマネとかもやるし、でやっぱお酒が入った時の嶋佐ってやっぱ止められないから、かね、誰も。歌もうまいっていうのもあるし、はいはい、その、まあ、経験上。歌に入っちゃうんだよね。まあ、入っちゃうから全部。でも、表意型じゃない。表意型。ネタ見てもらったらわかりますけど、コントでも漫才でも表意型だから、カズは。普段のカズオってほぼ喋んないから。そうそうそう。本当に。本当バーソロミュークマーだから。誰かがやつ、誰かやつってるカズボでしょ、はいはい、が、もうお酒入って、しかもまあ、表意型になった時のもう、カズボ誰も止められない。でかい。で、やっぱ洋楽好きじゃない。めちゃくちゃ。好きだね。で、ラップもちょっと好きじゃない、はい、好き。だから、もう必ずね、うん、パートがある時はもう入ってくる、カズボは。はいはい、はい。やっぱこれはカズボでもカラオケ行くと面白いんですけどね。確かに。はい、これ2位で、はいはい。上げさせてもらいました。はい。意外とここなんじゃないかっていうね。はい。はい。はい。あ、おはようございます。もう2時から使えますよね。5分だけ待ってもらっていいですか？ 5 分。5分。すぐ出ます。ちょっとお客様を。あ、マジで。じゃあ、すぐ、もう終わらせよう。これで。そうか。じゃあ、終わらそう。終わらそう。終わらせこれは。はいはい、さあ、ということで。というわけで。はい。違う部屋に。はい。はい。もろもろ事情がありまして、はい、追い出されました、部屋を。はい、部屋を。はい。これ吉本本社っていうのはやっぱ人気なんですよね。普段あんまりお昼に撮らないから、はいはい、お昼ってやっぱりすごいみんな会議とか。分刻みな。そう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 。で、僕らがね、ちょっと伸びてたんで。時間オーバー。はい。我々が悪いんです。別に全部我々が悪いんです。我々が悪い、はい。だから今途中からです。はい。はい、まあ、今、ね、正式に借りてない部屋を使って、はい、ランキングの途中を取って。早くやり逃げしないで、早く。やり逃げで。やり逃げしないで。AV みたいな借り方してます。我々オーディメント僕喧嘩チャンネルはそれで、ね、はい、もうそれやり方ですから、はい。じゃあ2位は、さっきちょっと書いてあったんですけど。はい。お願いします！太田博久。ジャンポケの太田さん。そうです。あら。僕めちゃくちゃお世話になってるし、はい、同じ柔道もやってましたし、はい、大好きな先輩なんですけど、はい、太田さんって、ジャンポケさんが、斎藤さんもね、おたけさんもまともじゃないじゃないですか。うん、まあ、普通じゃない、ね。だから太田さんが、なんていうかまともな役を、正直被ってるだけなんです。うんうん、実は、一番元祖やりたい放題は、太田博久なんです、まあ。太田さんも変だしだもんね。実はね。パンサーの尾形さんとか、こういう床の上で思いっきり投げたりしてたから。昔って、もっと暴君だったよね。若手芸人が集まると、なんだろう、暴走ジャイアンみたいな芸風だったから。で、サッパーとかでも働いてたし。しかも、ほってる歌うまいしね。歌うまい。歌うまいし、はい、サパーでずっと働いてたんで、ずっとじゃないな。ちょっとだけだな。うん、すぐ売れたんで、ジャンポケさんは、はい。でも、六本木の社長とか、が来るようなサパーで働いてたんで、歌にすぐ入れるんですよ。で盛り上げ上手ですね。そう。あんまり歌披露してないかもしれないですけど、はい、めちゃくちゃ歌うまいし、うん、昔のこのお酒が入った時の、太田博久ジャイアンモードに入った時は、これ絶対歌入ってきちゃう。一回さ、俺らとさ、はいはい、行ったよね、カラオケ。俺らが4年目ぐらいの時、5年目ぐらいの時に。作家さんと太田さんに連れてもらって。あれ、うちいなかったかな？俺だけかな？俺いないかも。いないか。めっちゃ歌うでしょ。その時もめちゃくちゃ歌うし、うん、なんつうのも、パンク系入れて、うわーってやるの。そうなんだよね。もうソファー、そうそうそう、うわーっつって。だから、おたけさんと斎藤さんがいるから抑えてるんだけど、最初本当に、太田さんってめちゃめちゃおもろくて、最初 MC もたけしさんみたいな。いや、確かに。めちゃくちゃ失礼な感じ。今もまあ、うまいのね。そうそう、今は、うまくて、レールに乗っける MC をちゃんとするんですけど。はいはい、昔本当に自分で笑い取るし、そうそう、本当に、一人で何でもやるような。はい。お、塗り棒から電話だ。出ていい？塗り棒って何？あ、もしもし。お、塗り棒どうした？どうした、塗り棒。ありがとうな、企画。うん。いや、全然なんかおもろいランキング浮かばないです。すいません。全然、いや塗り棒。塗り棒が今、電話に出てくれるだけでありがたいから。じゃあ、というわけで、太田さん。2位で。うん。わかる、わかるよ。言ってることはわかるでしょ。あと一つだけ言うとしたら、はい、ヒロここってあるからね。このヒロになんか見覚えあるんですか？僕もそのヒロです。はい。金のヒロカズ。はい。清原和博と逆の。はい。わかりました。ちょっと俺さ、りょうちゃん、1絞れなかったから2人行かしてもらっていい？ちょっと。いいよ。上に絵橋だけ書いておいてもらっていいですか？絵橋忘れそう。絵橋忘れそう。縁起悪いんでね。絵橋が。縁起悪くはね。二人行きます。こちらです。ネルソンズ・アイワマさんとアイパー・タキさん。
いやー、これはもう、わかるわ。もう、青山さんもめっちゃ歌好き。で、ギターめっちゃ弾いたりとか、もう本当にこれハモリとかじゃなくて、本当に奪い取ってもう歌う。はい、パンク系も大好きでしょ？ちょい痛い、ね。ちょい痛、ちょい痛じゃない。で、やっぱり、で、握力も強いし。青山さんもなんか、で、いじられてるの嫌がってるけど、なんか、ありがとうなみたいな、ちょっと美味しい感じで出してくるし、あとなんか、青山さんこの間言われたのは、そのなんか、地元のやつから連絡来たと。で地元のやつが鬼越の YouTube 見てて、はい、青山さん俺らがなんかランキングして、うん、あ、軍団のやつだ。はいはい。軍団なんか、まあ、誇れない軍団長みたいなやつ、はい、来るんだよとか言いながら、すげえ嫌そうな顔しながらいじってくれよみたいな雰囲気を出して、はいはい、やっぱそういう痛さもやっぱ青山さんある。はい、プラスやっぱ、我らが、アイパ軍団の長、アイパ滝沢さん。もう最高の組長。もう最高の組長です。はい。ほんと哀愁、ミスター哀愁、はい。よろしく哀愁。元縁日の。はい。で、まさかの5歳サバ読んでまして。はい。夏川淳。今、夏川淳状態です。はい。はい、で、実は48歳だったっていう。49じゃない、もう。だからまあ、あの当時じゃない、9かな。うん。だからもう、そりゃそうだよ、礼儀。44だって言ってるんだけどね。礼儀にうるさいよね、そりゃね。だって、俺らの12個上とかだから。で、やっぱ、アイパーさんもやっぱ歌好きだし、あとやっぱ、アイパーさん酔ったら、配信ね、ツイキャスとか始めちゃうから。で、あと、アイパーさんの面白い歌が、アイパーさんの持ち逆で、ホールっていうのあるんですよ。はい、まあまあ、アイパーさんのっていうか、まあ、竹内力さんなんですよ。ほぼね。ほぼね。なんだけど、はい、ホールってやるんです。それを、TOKIO の Love You Only に乗せて、ホールで歌うっていう、君が、君がっていう歌あるじゃないですか。そうか。ほうが、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 ほうが。全部ほうなんだけど、あれがめちゃくちゃおもろいの。確かに。めっちゃおもろい。あのね、ほんと、アイパーさんは、アイパーさんは呼びましょう。アイパーさんは今度、呼びましょう。呼んで、過去の経歴を喋ってもらうっていう。ザ・ファースト・ジョイマンもやったから。そう。やっぱり。ザ・ファースト・アイパー。そう、アイパー、アイパーの戸締まりね。スズメと何の関係もないもん。で、やっぱ、アイパーさんも、お酒酔うと、うん、お酒弱いんだよ、しかも。めちゃくちゃ弱い。いじれないんだけど。そう。で、みんなが歌ってても平気で入ってくるし。うん、で、インスタライブも入ってくるし。で、別に入ってきてもいいんだけどね。うん、入ってきてもいいんだけど。天然なんですよ。まあ、天然だね。組長は。いろんなね、天然エピソードあるけど、うん、それいじるとやっぱいい顔しないから。そんなことやってねえよ。でも、その愛すべき人だから。でも理由が分かったんですけど、なぜなら48歳だからなんですよ。で、パーさんは本当に良かった。パーさんは本当に良かった。パーさんってね、もっとね、爆売れしてほしいというか、めちゃくちゃ面白い方だから、ジョイマンさんレベルで哀愁があるというか、そうだね。パーさんってすごいのが、縁日さんって本当にすごくかって、これ真面目な話で、ニューヨークとか、さらば青春の光さんとかと、ライブの受け具合で、だけで戦うってライブで、うん、余裕勝ちしてんの毎回無双してるからね。毎回無双してるの、エンディスさんって。だから本当に防体法が全てを狂わせたよね。あの衣装もね。衣装もダメだしって一回あったんで、ちょっと、まあ、反射っぽい、その極道キャラでやってたんですけど、それでやっぱりちょっとね、うん、まあ、進めって道がちょっと変わってきちゃって。パーさん酔っ払うとね、勝手に配信しちゃうんですよ。カラオケ。プライベートのカラオケですよ。あの当時はツイキャスとかね。はい、で、芸人さんだからみんなね、彼女とか奥さんいても、女の子がいたりする現場で歌ってたりするじゃないですか。秘密裏の、はい。配信しちゃうから。無敵の男。無敵の男だから。無敵の男。で、天然で、その後同期に怒られて。いや、やめた方がいいよ、つって。そう。パー。まあ、パーさんエピソード俺もめちゃくちゃあるんですけど、これまた今度呼んだ時に。はい。パーさん知ってる？ YouTube 始めてさ、替え歌ばっかやってて、はい、替え歌の曲の許可取ってなくて、バンされた。バン滝沢なのよ。バン滝沢。元祖。バン中村みたいに言わないで。元祖何年も前にバン、3回目くらいの動画でバンされてる。アミモール得意だからね。アミモール得意だから、その、アミモールでいいの、うん、じゃあちょっと、1位お願いします。もう入ってきちゃうんです、ここ2人。ごめんね。どうしてもちょっと譲れなかったわ、はい、ここ。はい。お願いします。どうぞ。はい。ボンチおさむ師匠。ボンチおさむ師匠。これもう、歌だけじゃなくて楽屋入ってきちゃう。ダメだよ、これもう、ば、うん。なあ。楽屋入ってきた。歌のハモリっつってじゃん。この間楽屋入ってきた話すんだ、お前。楽屋に徘徊してから楽屋入ってきた。徘徊じゃねえんだよ、あれ。ただ同じ営業だったから。本当に。徘徊して営業をしてあげて。この間の、熊本の、要は、吉本のライブで、初めてザボンチ師匠とご一緒になったんですけど、本当にいい方でフレンドリーなんですけど、本当にいい師匠です。本当大好きなんですけど、本当ね、おさむ師匠ってね、若手の楽屋入ってきちゃうんですよ。本当にその分け隔てなくというか、垣根を越えて、交流を図る方ですよね。でもせめて
若手の楽屋入って喋るのって、10分か15分じゃないですか。で、師匠の昔話聞いて、まあね、めっちゃ盛り上がる。で、実際めっちゃ盛り上がりましたけど。俺あの時いなかったやつ、はい、何分話せました？2時間。はい。長いって。はい。長いって。おさむ師匠。それ何の話されたの？2時間。自分の娘がニューヨークで古着屋やってる話。よく持つな、それ。だから、2時間持つな。持つぐらいおもろいのよ。トークおもろいね。なんかね、面白さの説明ができないんだけど、可愛いらしいんだよね。もう、ある意味、おしゃれおじいだから。まあまあね。おしゃれおじいの筆頭格。よし。ピアスもしてるし、ね。ピアス2個はめて、こう。なんか、軟骨の一番痛いところ、ね。一番痛いとこして。あと、LINE 交換も。LINE 交換もして。あ、これ、これ LINE 入れといてくれや。LINE の交換の仕方わかんないんですよ。なんで、とりあえず、おそぶ師匠の携帯を渡されるんですよ。そうそう、で、LINE 交換してくれやって、向こうの QR コード出して、こっちがこうね、まあ、スキャンして、おにおども金ちゃんですか、酒井ですか、送って、うん、そしたら、おそぶ師匠から何て書いてくるんでしたっけ、おさむちゃんでーすっていう、スタンプじゃなくて文章。文章ね。あ、おさむちゃんがひらがなで、でーすがカタカナ。おさむちゃんでーすっていう。マジでスタンプとかじゃない。愛すべき人。俺いつか YouTube 来てほしいんだけど。読みたい。おもろいから。一応せめてさ、その、ハモリちょっと絡めてもらっていい？いや、カラオケの。歌めっちゃ好きだ。おさむ師匠。確かに昔、恋の、めっちゃ売れてんのよ。恋のビーチサイドじゃなくて、なんだっけあれ。あのね、アメリカの曲みたいのが好きで。日本で大ヒットさせてるからね。そうそう。で、おさむ市長とまだカラオケとか行ったことないんだけど、絶対入ってきちゃうなと思ったのが、このニューヨークで娘が古着屋やってるような話の後で、アメリカの話した後、何の脈絡もなく、なんかいきなり洋楽歌い出す。ラーン、ラーン、ラーン、ラーンみたいな。それはジャズ、ジャズ。いや、なんか、なんだろう、ジェームス・ブラウンみたいな。俺もな、ゲラそうそう。話の落ちの前ぐらいで、俺もまあ、歌めっちゃ好きなんやけど、あ、歌好きなんすかって相槌で打ったら、その後、ああ、ちょっと聞かせたるわって歌っちゃうから、これ入ってきちゃいます。これは絶対に入っちゃう。絶対入るの確定です。で、歌めっちゃ好きだ。そうだね。外国の曲というか、昔のレトロアメリカンミュージックというか、で、本当に。まさかの一番。本当におさむ師匠って、やんちゃというか、本当、天然少年だから、小学生がそのままおじいちゃんになったような人だから。まあ本当に少年の心を持ってるよね。そうそうそう。お金ない時、めっちゃお酒好きだ。女とかっていうよりもお酒が好きな師匠なんだけど、酔うのが好きなんて。どうでもいいんだって、味。まあ味もこだわり、今はあれだろうけど。若い時はもう、早く酔っ払いたいから、つって、もうお金もないから、ワンカップをおちょこ一杯だけ飲んで、大阪中走ってたら。早く酔っ払いたいから。もう一番危険なもん。危険な酔い方だね。もう金ないから。ワンカップ飲んで、とりあえずすぐ出す。ワンカップもうこのぐらいやで、このぐらいのワンカップ飲んで、もう酔っ払いたいから、もうとにかく大阪中走り回って、おさむちゃんですって言って、そん時多分できてるの。最高じゃん。おさむちゃんですってエピソード。最高の2時間をいただいてるじゃん。最高の2時間ね、長い。長かった。長いって言うの、お前。師匠が喋ってくれてるんだから。ヨネダ2000もその、一緒にいたもんね。一緒に学芸にいたんだけど、ヨネダは何年目やっつって、あ、5年目ですって。あ、そうか俺50年目やライン交換しようやって。10倍。おかしくない？芸歴。確かに。芸歴5年目やって。俺50年目やライン交換しようや。芸歴マウントよ。パワハラですよ。芸歴マウント。その感じじゃないよ。明るい感じで。本当ね。俺もね。愛すべき人だ。だから、アイパーさんが多分師匠になったら、あんな感じなんだろうな。ああいう感じになると思う。いやー、確かに、本当に根垢というかね。根垢。もう、あんなになんか若手ともね、分け隔てなく話してくれる人いないからね。本当に。確かに嬉しかったね、これは。面白いしね。あと、全力で、ちょっと動画撮ろうやってなって、本当全力で、あーかだよ、あーあれ、あかぶちゃん、あーいや、最後言えてなかった。不思議に黄色になっちゃうから。今の状況見て。ほんと、全力でやってくれるんだけど、心配になるぐらい一瞬止まってたから。一瞬見えたけど、めっちゃ受けてたもんね。そう。めっちゃ受けてたもんね。最近ね、ザボンチ師匠が、もしかしたら、セカンド。ザ・セカンド？噂でしかないから、これははっきり言えないんだけど、もしかしたら、賞レース出るんじゃないかって言って、今、無限大とか出てる。あと、文化祭とか行ってたって。出てるね、調整してんのよ。いや、ちょっと一回呼ぼうよ、おさむ師匠。呼んで、ちょっと一回話させてもらおう、ちょっとエピソードとかさ、
話してもらう、昔の。おさむ師匠がね、新年会やってる。新年会、忘年会。で、自分の家でやるんだけど、若手いっぱい呼んで、その、飾り付けみたいなのしてある。おしゃれな飾り付けだと思うでしょ、それって。違うて、こういうおさむ師匠の家の壁にこう、ぼんじりとか、焼き鳥とか、なんか注文できるように、居酒屋風にして。なるほどね。可愛くない？可愛らしいね。あ、そんなの今やるんだ。いやちょっとおさむ師匠と近づきになりたいね。俺意外とさ、庄司師匠とかさ、ね、結構 YouTube で話して、ここからきっかけで見ていただいてるのが、ちょっと。可愛いんだよ、本当に。じゃあちょっと1位はこう。歌好きだし。じゃあまあ意外とこの、インディアンスのキムちゃんからいただいた、はい、盛り上がりました。盛り上がりましたんで。あと本当のおさむちゃんです。見たことないでしょ、マジで。マジで、本当。え、楽屋でやってくれたの？楽屋でやってくれたの？本当、エイリアン対プレデターぐらい怖いから。で、最後ちょっと本物のおさむちゃんで終わりにしようじゃん。いや、俺、すいません。ポケモンが進化するときみたいな。もうちょっと長めの。おさむ、ここ止まる、止まる。もう10秒ぐらい。当然。でも、死んだのかなと思ったし、おさむだ本日は以上です。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。